こんにちは。阿蘇市食生活改善推進協議会一宮シルです。今日はサンマの高菜飯を作ります。今回教えてくださるのは大空さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして器はこちらになります。阿蘇市乙姫にあります東坊楽さんの器を貸していただきました。東坊楽さんのご紹介は番組の最後に載せておりますのでぜひご覧ください。では大空さん、今日はサンマですね。旬で ね油を塗りかけてます。を使った、これね、高菜は、地元の高菜はもうフルーツ系になってますけどね、今のは、それを混ぜてやります。はい、じゃあ早速教えてください。焼いてる間に人参とごぼうですね。はい、まだ早い。そのままですね、開いて塩して、醤油と、これで人参、どうせ混ぜるときも普通に混ぜてるんですね。混ぜやすいぐらいにもう上に並べますね。仕込んだ時よりも試食用にちょっと増やしておりますので、こういった感じに炊き上がりました。ほら、おこげができた。普段なかなか食べられない ね。少しずつ、あんまり余計入れたらご飯が茶色く、混ぜていきます。でこれをですね、あんまり詰めないで、これをここにですね、美味しそう。あ、いいですね。そうやってまたごまをですね、上にちょっとこうさらに振ってもらってもいいですね。素敵、香ばしい、またね、香り立ちますね。メインの他にもいっぱい用意していただきました。ありがとうございます。ではいただきます。いただきます。シソに、いただきます。いただきます。おいしそう。おいしい。サンマのね、香りがふわってして、高菜と魚の味が混ざり合ってとてもおいしいと思います。皆さんもぜひ食べてみてください。地産地消クッキングでは阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。今回は阿蘇市乙姫にある東坊楽さんの器を使用しています。楽さんでは色のついた土を使い、ガス窯と薪窯を使って焼いており、普段使いの食器や牡蠣などの製作販売をしています。